東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠のレッドモンレーブ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ、先行争い、何が花を切るんでしょうか。ジャックドール前に行きそうです。ジャックドール先手を取りました。カフェファラオそのうちに続いています。その外からソダシ、その外にマテンローオリオン、オレンジの帽子ドルチェモア、その後ろ、その横にメイケイエール、内からはガイアフォース、その隣にウィンカーネリアン、これに続いてシャンパンカラー、その外にダノンスコーピオン、内からはソウルラッシュ、その外にソングライン、内からはイルーシブパンサー。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。この辺りで先頭が変わりました。ソダシ、ジャックドール、ほとんど差がありません。カフェファラオ3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ソダシ先頭、その差は2馬身から3馬身ジャックドール、2番手手応えはどうか。外からメイケイエール、200を切った。一気に後続が襲いかかってきた。2番手はセリフォス。ソダシ先頭だ。ソダシ1着、2着はセリフォス、勝ったのはソダシ、このレースを制したのはソダシ。スタートしました。ポンと飛び出したのはレッドモンレーブ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてレッドモンレーブ行きました。ジャックドール先手を取りました。その外にソダシ、内からはカフェファラオ、その外からドルチェモア、その外にメイケイエール、ピンクの帽子マテンローオリオン、その後ろ、すぐ後ろにガイアフォース、シャンパンカラー、そのうちに続いています。その隣にウィンカーネリアン、これに続くのがソウルラッシュ、その外にナランフレグ、内からはシュネルマイスター、その外にダノンスコーピオン。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭は依然としてジャックドール、ソダシ、ほとんど差がありません。カフェファラオ3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はソダシ、1馬身から2馬身のリード。ジャックドール2番手手応えはどうか。あと 200m、 ここで後続が襲いかかる。前に迫るセリフォス、先頭を伺う勢い。ソダシ先頭だ。先頭はソダシ、1着でゴール。2着はセリフォス、3着にシュネルマイスター、勝ったのはソダシ、このレースを制したのはソダシ。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い、ドルチェモア前に行きそうです。先手を取ったのはドルチェモア、その外にメイケイエール、内からはマテンローオリオン、カフェファラオ、そのうちに続いています。その外からジャックドール、これに続くのがソダシ、これに続いてガイアフォース、その外にレッドモンレーブ、白の帽子ウィンカーネリアン、その後ろソングライン、すぐ後ろ、その隣にダノンスコーピオン、その外にナランフレグ、内からはシュネルマイスター。ここまでほぼ平均ペースです。ここでジャックドール先頭に変わりました。マテンローオリオン、ほとんど差がありません。カフェファラオ3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ジャックドール先頭、リードは2馬身から3馬身カフェファラオ懸命に追いすがります。後方からソダシ、ジャックドール先頭、あと 200m、 先頭は変わってシュネルマイスター、2番手はセリフォス、シュネルマイスター先頭だ。先頭はシュネルマイスター、1着でゴール。2着にはどうやらセリフォス、3着にソダシ、シュネルマイスター、見事このレースを制しました。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。先行争い、何が行くでしょうか。マテンローオリオン前に行きそうです。先手を取ったのはジャックドール、カフェファラオ、すぐ後ろ、その外からソダシ、その外にドルチェモア、その外にレッドモンレーブ、メイケイエール、そのうちに続いています。内からはガイアフォース、内からはウィンカーネリアン、シャンパンカラー、それに続いています。並んで6番、シュネルマイスター、内からはセリフォス、オレンジの帽子ナミュール、その後ろ、ここにイルーシブパンサー。ここまでほぼ平均ペースです。前はジャックドール、2番手はソダシ、カフェファラオ、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ジャックドール先頭、前に迫るソダシ、
外からナランフレグ、後方からチュネルマイスター、残り 200m を通過してソングライン追い上げてきた。ソングライン抜けた、チュネルマイスター抜き去った、チュネルマイスター、チュネルマイスター。1着2着にはどうやらソウルラッシュ、チュネルマイスター見事このレースを制しました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、ジャックドール前に行きそうです。先手を取ったのはジャックドール、その外にマテンゴーオリオン、ソダシ、そのうちに続いています。その外からドルチェモア、力はカフェファラオ、その外にガイアフォース、その外にメイケイエール、その外にレッドモンレーブ、内からはシャンパンカラー、その隣にダノンスコーピオン、内からはウィンカーネリアン、並んで6番シュネルマイスター、その外にナランフレグ、緑の帽子ソングライン、その後ろ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。ソダシまだ粘っています。ジャックドール、ほとんど差がありません。さあいよいよ直線の攻防、ソダシ先頭、内からジャックドール、ソダシ先頭、内からジャックドール先頭。さあ先頭に立ったのはソングライン、残り 200m、 ソウルラッシュ追い上げてきた。ソウルラッシュ抜けた、ソウルラッシュ先頭だ、ソウルラッシュ、ソウルラッシュ。1着2着にはどうやらソングライン、勝ったのはソウルラッシュ、このレースを制したのはソウルラッシュ。スタートしました。メイケイエール、これは遅れてしまいました。さあ花を切るのはどの馬か、ソダシ前に行きそうです。先手を取ったのはソダシ、並んで7番ジャックドール、その外からマテンローオリオン、オレンジの帽子ドルチェモア、その後ろカフェファラオ、そのうちに続いています。その隣にガイアフォース、ウィンカーネリア、それに続きます。並んで5番シャンパンカラー、その外にレッドモンレーブ、その後ろにシュネルマイスター、その外にソングライン、並んで17番メイケイエール。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はソダシ、まだ粘っています。ジャックドール、ほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ソダシ先頭、リードは1馬身から2馬身、ジャックドール懸命に足を伸ばす、シュネルマイスター上がってきた、ここからが勝負だ、200を切った。さあ先頭は今度はシュネルマイスター、2番手はソウルラッシュ、シュネルマイスター先頭だ、シュネルマイスター1着、2着は微妙です。勝ったのはシュネルマイスター、このレースを制したのはシュネルマイスター。スタートしました。ポンと飛び出したのはレッドモンレーブ、ダノンスコーピオン、ちょっとタイミングが合いません。前へ行くのがレッドモンレーブ、レッドモンレーブ先手を取りました。内からはジャックドール、カフェパラオ、すぐ後ろ、その外にソダシ、その隣にマテンドーオリオン、その外からメイケイエール、オレンジの帽子ドルチェモア、その後ろウィンカーネリア、それに続いています。その外にシャンパンカラー、ナランフレグ、そのうちに続いています。並んで4番ガイアフォース、並んで12番ダノンスコーピオン。これは少々スローペースです。展開への影響はどうでしょうか。さあ先頭はジャックドール、2番手はソダシ、レッドモンレーブ3番手。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ジャックドール先頭、さあソダシ一気に来た、外からソングライン、ジャックドール先頭、後続も横いっぱいに広がっている。あと 200m、 ソングライン先頭だ、ソングライン粘る、ソングライン粘る、ソングライン、ソングライン。1着2着はシュネルマイスター、3着にソダシ、ソングライン、見事このレースを制しました。